私の知っているおっさんだな。私が伊勢屋の角を曲がって何軒目だったか覚えちゃいないが、稽古場を開いたけれども、行ってみるかい。おお、行く行く、女は惚れりゃ何でもやる。じゃあね、私に聞いた、そう言いなさい。その空間を私の場合は落語というもので作っていく、その作業、気がついたら終わってたっていうね、一席、そういうのが今の気持ちはですね、私も気持ちいいし楽しいから、お客さんも楽しいかなって思うんだな。初めて生で見たのがうちの師匠じゃないんですよ。寄席にもたまにね、ポツリポツリと言ったりなんかして、でもまあね、大したことないななんて思ってたんですよ。で、高校2年の3学期だったと思うんだけど、小金井公会堂っていうところが高校の近くにあったんで、そこ行ったら師匠が出てきて、で見たら、まあお箱の火炎太鼓というのをやってて、ああってんで見せられてってやつですね。親を説得して1年からかけてね、今度は日産が始まるんですけど、新潮師匠のほらピンポンじゃないの、ビーってガラッと開けて、いい加減しなさいよっつって、3日目ぐらいからもうとにかくね、7時半はやめてちょうだい、そうはいかないって、また7時半に来るわけです。嫌われたね。そのうちこの間死んじゃった兄弟子が、そんなことやってダメなんだから楽屋に行っちゃえよ。でイーノホールの楽屋に行ったら、お前かい、いつもうちの神さん怒らしてんの、あんた今勘弁してちょうだいよなんて。じゃあね、明日の昼って言ったら昼だよ、7時半じゃないよ、昼来なさい。なんで話し家にしたくないかっていう理由を言うからって言うんで、そんなこと言ったってね、もうそれはもう、で、いや、しょうがないな、じゃあ明日から来なさいって言うんで許されたのが3月の1日だったんです。はい、おすいません、あらまず、伊勢屋の角を曲がりついたな。あれだってあれだって、何軒目だか分かんなくて、ちゃんと回って三味の音が聞こえてきましたよ。寄席の流れっていうのが、やっぱりこう前座がいて二つ目がいて、つまんないなあなんだって、でだん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 こう上がってきて、で休憩前、中入り前にギュッとこう上がって、で幕が閉まるからストンとちょっとトーンが落ちて、またグッ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 って鳥でこうなっていくっていうのが、まあよく言うんですけど、侍が出てくる話が出たら侍全般ね、で夫婦の話がポンと出たら夫婦が主人公になる話は全部やんなくなるって、こうやっていくから、こう鳥取る人間っていうのは本当にたくさんネタがないとダメなわけですよね。金町桜の眺め、横がぬとは、こんなところでございますかね。間抜けな声を出しゃいいんだ。じゃあやらなきゃいいでしょ。やりますけど、怒っちゃいけないよ。怒りっぽい女はモテないよ。あなたに言われたくないですよ。いや、お願いします。
本当にあったんですけど、半分がおじいさんとおばあさん、でこっちが高校生の団体だったんですよ。でどっちに合わせんのっていうね、もう全然違うんだから。高校生がより食いついてきたなと思ったらこっちの話しよう。でおじいさんおばあさんが最初こう枕振ってる時に食いついてきたらこっちの話にしよう、ね、半端なのやったら両方ともしらけちゃうじゃないですか。五分五分の人数の割合ってのはめったないんですけど、まあ七三とか八二とかね、六四ぐらいのことはあるけど、まあその時に後の少ない方の人数の人たちをも六の方に持ってくるにはどの話がいいかと。落語っていうこのなんだかうにょうにょうにょってしたものを道具にしてお客さんとこうその空間を共有する、こっちから勝手にバーンと与えるんじゃなくて、お客さんもその中に入ってきてもらってこうこうない混ぜにこうなった時が一番楽しいですよね。シモンさんっていう信頼の師匠の弟子になった人がいてね、でその人に頼まれて立ち上がる時からですね、そこへラジオで1週間落語なり演芸なりを講談もあるけど、そういうものを取り混ぜてない混ぜにしてこうどこへ行っても聞けますよっていうのを、なかなかこれかなり立ち上げてから動かすまでがエネルギー使うじゃないですか。そういうのは高円寺で、まあゆるす杉並区もね、大したもんですね。私がいつも鳥なんですよ、なぜかね。でその前の2人だったり3人だったりするんですけど、もう目いっぱいやるの、もうこれでもかっていうぐらいに。だからその中間あたりで最後グッとくるような感じの話をやんなきゃいけないので、なかなかね、でも鍛えられますよ逆に。もうだって逃げたらもうつまんないんだもん。80点とか76点ぐらい、76点、そういうの嫌いなのよ。もう100点か0点か、もうだあんまり芸人には向かないですよ本当はね。煙が立って、煙が立って、煙が上がってんだよ。火事はどこだって聞いてんの。海山越えて、そんな遠きゃいかねえ。